さあというわけでザ・ソーラブドカン20203日目ですね、トリを務めてくれましたザ・ボーディーズの皆さんです。お疲れ様でした。ありがとうございました。乾杯乾杯乾杯。いや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 いいのよいいのよ急にいいのよ。いやー、まあ、まずお疲れ様でございました。めちゃめちゃ楽しいライブでしたよ。いやもう楽しかったですね。っていうかなんかリハ見てたらあんなにロイさんが喋ると思わなくて、はい、急にあれ僕らもなんですよ。あ、そうなんだ、はい、やめてください。もう営業妨害です。もう私ずっと24時間喋ってる設定なんで。マジですか。いやいや、まあ、あんな完全にロックンロール講談師じゃないですか。歴史から振り返っていくとは思わなかったですけど。そうですね。え、まあ、タクスマさんも知らなかったの。いや知らなかった。なんか今日結構喋ること考えてきたからっていうのは聞いてたんですけど、うんうん、考えてないよ、もうその時まさかこんなに喋る喋るとは思わなかった、はい、そうでございますか。驚きです。いやね、ザ・ソーラブとか何回目ですか、ボーディー。3回目です、ね、3回目です、ね、はい、はい、マイクありがとうございます。ありがとうございます。なんかいつもとねシチュエーションが違うという感じだったんですけど、はい、まあ、まずは今日はアコースティックセットっていうのもありまして、はい、まあ、その辺も含めて一言ずつライブの感想をいただければと思いますけども、はい、誰からいきますか。じゃあ私から。はい、ルイさんからお願いします、はい、もう本当に最高 の, あの時間をいただけたなと思っております。やっぱこうやって音楽を伝えられる瞬間っていうのはなかなか減ってきてますので、はい、本当にありがたいなと思いましたし、はい、やっぱりこの環境でですよ、うん、最高に気持ちいいロックンロール鳴らさせていただきまして、そしてですよアコースティックなかなか私たちできないです。私ベースを下ろすってことなかなか許されないので、こんなに気持ちいいことはございません。ありがとうございました。ありがとうございます。歌い倒してましたからね。はい、ありがとうございます。最高でございます。じゃあタクスマンさんいきましょうか。はい、はい、そうです。まあ、やっぱりね、中津川の方でやりたいという気持ちも、悔しい気持ちもやっぱ僕らもあるんですけど、まあ、それでもやっぱこういう素敵な場所をね探してくれて、はい、すごいいい雰囲気の中で、うん、でやっぱアコースティックで、はい、普段のフェスだとやっぱエレキセットでやるのを、まあ、アコースティックでやらせてもらえて、うん、またなんかソウル武道館の、まあ、とボーディーズの、うん、なんか新しいいい一面が、うん、なんか見えたからすごいポジティブに良かったなと思いますし、まあ、ただ、はい、来年はまた中津川に帰ってきたいなと思います。もちろんでございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ後ろに行ってジムさんお願いします。はい、はい、何でしょう。ね、いや考えといてください。楽しかったです。すごい楽しかったです。アコースティックであんまりこう人前に出ることもないので。ないですよね、うん、なの で結構アコースティックならではのこうなんていうかな、感情の伝わり方って絶対あると思うので、はいはい、うん、そういうところが出てれば嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます。いやなんかね本当に緩急が良くてなんか完全に持ってかれました僕。あ、嬉しいです。ありがとうございます。さあそしてマーシーさんお願いします。はい、はい、そうですね、うん、まあまあ、ライブとかいろんな場所でこう今まで当たり前にバンドとして活動してきたことが全然できなくなって、はい、はい、今年はね、はい、で本当に自分たちの音楽の表現の仕方だったりとか、うん、ライブに対しての思いっていうのが、うん、さらに強くなったんで、それを、ま、こういう場所で皆さんに見てもらえる機会をくださって本当にありがたく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まあ、普通にライブやるだけでも大変なんですけど、今年もソーラーパワーでやらせていただきました。そうだそうだ、はい、そうなんですよ。その魂ですよね。その魂なんですよ。どんな場所だろうとやっぱそこはこだわっていこうという、ね、これは私たち力をいただきまして、我々もアコースティックだろうがロックンロールでぶっ飛ばそうと、なるほど、変わらずそのままいきたいなという気持ちで。いやソウルがねすごい伝わってきたし、はい、またねカメラがね時々ね、はい、キャンプファイヤー あれをね舐めるようにボーディーしたんですよ。あれがね、舐めてたんですね。あれがね、まあ、火燃えてるみたいでむちゃむちゃかっこよかったですよ。カメラワークも含めて、嬉しいですね。見たいね。見たいですね。まあ、それにしても秋川渓谷にスーツ着てくるってどういうことなんですか。ちょうど良かったです。何がですか。気温が確かにね、はい、暑くなかった。そうですよ。普段の夏フェスだと僕ら暑いんですよ、はい、ですよ。なるほど。こんなベストな気候初めてでした、はい、心地よいですね、はい、いやでもそれにしてもねリハの段階からスーツを着てて、はい、もうかっこいいなと思っていたんですよ、はい、したらスタッフの人がこっそり教えてもらったんですけど、はい、これ言っていいのか分かりませんが、はい、ちょっと立ってもらっていいですか。これ立ちますか。これね、はい、むちゃむちゃ丈が短くてこういうスーツなんですねって言ったら、はい、洗ってるうちに縮んだってことですか。縮んでです。腕もこんなに短いですね。見てくださいこれ。これでもね、もう我々の勲章なんですよ。なるほど。まあ一ツアーというか、一アルバムで一着で行くので、あ、なるほど、替えを作らない。もうライブがもう50本ぐらいもっとあるかな、年間あると思うので、うんうん、それを毎回着てるとどんどん縮んでいくんですよ。なるほど。縮んでる状もう特に汗かきのジムさんなんか。ジムさんちょっとギター弾くにくそうでしたよね。なんか若干ね、こう七分丈ぐらいになるんですよね。C3PO と一緒なんですよ。これ以上いかないんですよ。スライドでやってる時ね。そうそう。
物理的にいかないっていう。そうなんですいやなんかね、まあ、でもその辺も含めてなんかすごいこう乗り越えてる感じが良かったですよ。乗り越えてる感じがボーディーズいろいろ乗り越えてきてるんだということでございますけどね。まあでもあの MC の中でも言ってましたけどね、はい、今年はいろいろある中で秋にはシングルとライブがまた決まってるということで、はい、ちょっとせっかくなんでいくつか、はい、あのプロモーションも。そうですね、はい、11月3日に、まずあの、まあ、アルバムでもともと出てる、うん、作品ではあるんですけども、うん、まあ、7インチで針を落としたいじゃないかということで、うんうん、7インチで、発売するものと、はい、あとライブが決まってますね。お、はい、どうぞ。僕ですか。あ、やっぱりそこ僕なんだ。そうです。やっぱりそうなんだ。あの10月30日に中野サンプラザで、はい、8ヶ月ぶりの有観客ライブ、はい、そうですね、をやります。まあ、MC でロイも言ってましたけど、まあ、僕らのセクションナンバーイレブンという、まあ、アルバムのツアーが、うんうん、ちょっと残念ながら途中で、はい、まあ、中止せざるを得ないということになってしまったんですけれど、うんうんうん、まあ、そのセクションナンバーイレブンの曲たちも、うん、まあ、しっかりやりつつ、まあ、新しいさらにその先を行ったボーディーズをしっかり見せれたらいいなと思ってるので、はい、10月30日ぜひ遊びに来てください。お願いします、はい、ということでございますけど、いや本当に素晴らしいパフォーマンスを見せていただきまして、ありがとうございます。心揺さぶられていたんですけど、どうもね最後 のタックスマンさんのやったねロックンロールワッショイが、はいはいはい、僕の中でいまいちなんかいまいちいまいちだったような気が、いやいやすごい良かったんですよ、良かったんですけど、良かったんですけど、なんかねちょっともう一回やりたいな俺ここでみたいな締まりきらなかった感じがありますね。いや99点まで行ってるんですよ。なるほど、なんか行ってほしくて。そうですね、これもし可能だったらいいんですけど、はい、ここでもう一回明日最終日を迎えるんで、そうですよね、そこに向かって、なるほど、もし本編が見れてないやつのためにこれを見て、はい、あこれ慌てて皆さんねタイムシフトで見れますんで、はい、アーカイブで見れるんで、るあこんなこと最後にやったのかも含めてそうです、ね、最後にもう一度私も参加させていただいて、すごい無茶振りしました。いや、すいません、すいません。でも私もその残りの 1% ちょっと感じたんですよね。やっぱり、やっぱりそうでしょ。やっぱ目の前にお客さんがいないということで、ちょっといつもよりもひよったなっていう感じがあったので、それをなくして全開で言ってくださいよ。お願いします。すいません、余計なこと言ってるかもしれないんですけど。いいっすか。行きましょう。いいっすか。やりましょうよ。やりましょうよ。やりましょうよ。ちょっとタイジさん目の前にいて、結構距離近めにいて、ちょっとプレッシャーなんですけど。入っていただいて。はい。いいですか。いいですか。いいですか。ありがとうございます。一緒にやりましょうよ。ワッショやらせる。一緒に。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。ちゃんと説明しますんで。今までワッショやらせたやついないと思うぞ、歴史。すいません、本当に。はい。じゃあこれ、今見てる皆さんも一緒にってことでございます。はい。はい、すごく簡単なんですけど、はい、まず準備はいいかって言うんですよ。はい、したら、イエーって皆さん言います。イエーです。イエーです。で、行くぞってまた言います。はい、したらまた、イエー。そしたら最後、せーのって言ったら、わっしょーい、お、あ全体的にお願いしてもいいですか。全体的にお願いしてもいいですか。はい、あ、いや、あの、いや、いや、た、いや、いや、太一さん、太一さんが全体的にそのやってもらうという、あ、僕がやるんです。僕がやるんです。それはそうですよね。それはそうです。それはそうですよね。それはそうですよね。すみません。じゃあこれ最後締めで。最後締め。はい、はい、じゃあ全力で行かせていただきます。それじゃあ皆さん、まあいいや、はいはい、それじゃあ皆さん準備はいいか、イエーイ、いくぞー、イエーイ、せ